こんにちは、うるさいとです。今日ご紹介したいのはじゃん、こちらのウイスキーですね。クレイモアというブレンデッドスコッチウイスキーになります。で、こちらなんでご紹介したいかっていうと、ハイボールにして飲んでって思ったんですけど、すごく美味しいなと思いまして、まあ、僕結構ハイボール飲むことが多いんですけど、まあ、ウイスキー自体好きですし、で結構値段もこちら安くてですね、1000円ぐらいで買えるのかな。まあ、コンビニじゃ売ってないかもしれないですけど、スーパーとかちょっとウイスキーの品揃えがあるようなところだったら普通に売ってるかなと思います。早速ハイボール作っていきたいなと思います。これは本当によく飲むんでね、もうちょこっとしか入ってない。まあなくなったらまた買えばいいんですけどね。1000円っていう価格帯は本当にありがたいです。まあいつも通り30ミリ入れていきます。で、ソーダを入れていきます。まあ、これがスコッチウイスキーで、ちょっとねあんまりストレートとかトワイスアップとかでは飲まないんですけど、ハイボールにするとね、まあうまいんですわ。それでは飲んでいきたいと思います。どうもこうやって軽く混ぜるだけでいいかと思います。ちょっとあの汚いかもしれないですけど、男なんで。うまいっす。あのね、やっぱりハイボールに求めてるの、まあ、ウイスキー感っていうよりかはこう清涼感だったりとか飲みやすさだったりとか、まあ、ウイスキー由来のその穀物による、まあ、マイルドな甘みだったりとか、そういったことだと思うんですけど、もうこちらねそういった要素が全部揃ってるかなという。でなおかつこの値段っていう。でしかも買いやすいっていうのも良くて、まあちょっと探さないとないって感じじゃないんでね、普通にまあその辺のスーパーとか行けばあると思う。まああの品揃えいいとこの方が見つけやすいかなとは思いますけど、あのクレイモアっていうブレンデッドスコッチなんで、ボトルもね結構かっこよくて、で名前もいいですよね。あのクレイモアってそういう漫画がありましたけど、アニメ化もされてる。でまあそういう剣のマークが書いてあるんですよね。もうじゃあ残りもいただいちゃいます。ごちそうさま。はい、でこちらのお酒どういったお酒なのかっていう紹介も、ちょこっとしていきたいなと思います。クレイモアは大麦麦芽を主原料としたモルト原酒とトウモロコシなど穀類を主原料としたグレーン原酒をブレンドしたブレンデッドスコッチウイスキーですとのことです。で結構そのブレンデッドスコッチウイスキーの中ではあんまりまあ有名な方ではないものらしいんですけど、というのも製造された経緯がイギリス国内向けの消費をまあ最初想定して作られたからということみたいです。で絵柄に描かれているこの剣なんですけれども、まあ、昔は結構いろんな柄があったみたいなんですよね。クレイモアの意味自体は、モノ刃の剣ということで、かつてのラベルでは体験が書かれていたっていうことらしいんですけども、まあ最近のではそこまで太めの剣ではないですし、あとねヴィンテージ品では剣だけじゃなくて騎士も描かれているものなんかもあったそうです。でそういったことからハイランドの戦士たちの姿を思い浮かべてみるのもまた一興でしょうっていう、あの紹介ページを見るとね書いてあります。でスコッチウイスキーの中でも長なんですけど、キーモルトはクラガモアになっていて、地域としてはスペイサイドということになるようです。あとちょこっとしかないんですけど、まあ今日一応ハイボールにおすすめのウイスキーっていうことで紹介してるんですけども、ストレートとか加水した時の味わいっていうのも見ていきたいなと思います。まあ、テイスティングなんで15ミリだけ入れていきます。もうなくなっちゃいました。また今度仕事終わりにスーパーに寄って買っていきたいなと思います。で、テイスティンググラスに入れていきます。うん、
あ、でもこれ普通に飲んで、あんまり普通に飲んでこなかったですけど、まあ一応家の中にはね、そこそこの価格、これよりもうちょっといい3000とか5000円ぐらいの価格帯のウイスキーもあったりはするんで、ストレートとかで飲む場合は結構そういったものを飲む機会が多かったので、これを改めてストレートで飲むっていうのは久々です。ぶっちゃけあんまりそのまあ悪いですけど期待してなかったっていうのも正直あって、ただ今これから香り嗅いだ時点でですね、っていうかアルコール臭があんまり来ないですね。なんか匂いだけでもああこれアルコールきついわっていうお酒ってわかると思うんですけど、あんまりその感じがないんですよ。こうスペイサイド特有の塩味というか、なんていうんですかね、なんかこう共通する香りのようなものがあるんで、まあちょっと言葉で伝えるの難しいんですけど、まあ結構そういう地方に共通する香り、まあよく、があるんですよ。例えばアイラだったらラフロイグのセイロガンみたいな感じとか、ちょっとまあそれに近いようなニュアンスの、あ、近いってセイロガンに近いってわけじゃなくて、意味合いとして、スペイサイド共通の、そういう香りっていうのが、まあ、例えばアイラモルトでいうところの、そういったセイロガン臭みたいな感じの、まあ、スペイサイドだったらこの香りみたいな、そんなような気がします。すいません、前置きが長くなっちゃったんですけど、飲んでいきたいと思います。これがこのお値段ですか。まあ飲めますね。ちょっとなんか相変わらず口の中口内炎があるんですけど、私ちょっと私の会社がですね、まあチュッパチャップスが置いてありまして、でまあそれをちょっと業務中こうたしなんでいいようになっておるんですね。でまあ多い時だと1日3本とか、まあ食べない日は食べないんですけど、減量中とか、まあでも普通に食べちゃったりなんかして、ちょっとね口内炎が状態化しているような、口内炎ができてまして、そこにはピリッとこうくるようなアルコールの感じはあるんですけど、まあそれはちょっと置いておいて、普通に美味しいです。これこそまさにストレートで、なんでこの良さに今まで気づかなかったんだろうっていうぐらい美味しいですね。ぶっちゃけなんか正直加水しなくても飲めますね。まあ最後のちょこっとなんでね、もしかしたら気が抜けるというか、アルコールが飛んじゃってるみたいな、若干飛んでるみたいなところもあるのかもしれないんですけど、まあとはいえ別にキャップは閉まってたんで、普通に美味しいですね。これストレートで飲んでも全然いけますね。まあそのすっきりさがハイボールにも現れてるみたいな、そんな印象を受けました。はい、でまあもうちょこっとしかないんですけど、若干加水して味わいの変化を見ていきたいと。もうちょっと測るのもあれなんで、このハイボールの残りカスみたいな氷が溶けた部分の水を使って薄めていきますが、ちなみに皆さんがもし加水するときは常温の水を使ってください。ちょっと冷たい水だとなんていうかお酒の風味が閉じちゃうんで、基本的にあったかい方が香りが開くので、これ目隠しされて、まあ結構いい感じのスコッチですよって言われて、まあ例えばボトルで3000円するしますとか言われたら、まあ普通にああそんなもんなんだ、まあ悪くないよねみたいな、まあああそっか妥当だねみたいな、そんな味わいですね。めちゃくちゃ美味しいです。はい、まあとはいえなんていうかハイボールに向いてることは間違いないので、まあ皆さんもよかったら試してみてください。はい、値段も手頃なんでね、普段飲みするのにもいいかなと思って今回ご紹介させていただきました。それでは今日の動画はこれで終了したいと思います。もしこの動画がいいなと思ってくれた方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではウルトライトでした。
またね。